米子市内のホテルにあるこちらの店。こちら見てください、ずらりと並んだお野菜に20種類ものトッピング。どれにするか悩んじゃいますね。店の自慢はサラダビュッフェ、野菜の半分以上が地元産。さらに20種類のトッピングのうち15種類が栄養価に優れ美容や健康に効果があると言われているスーパーフードです。地元の生産者さんを応援するというコンセプトで、地元鳥取県産にこだわった食材でサラダをご用意させていただいております。サラダビュッフェはモーニング、ランチ、ディナーに含まれているほか、カフェタイムではメインの料理にサラダビュッフェをつけることができます。うん、食べてわかる新鮮さ、美味しいです。お家だと食べるお野菜も偏ってしまいますし、何より食べてきれいになれるというのが一番いいですよね。ご自分でお好みのカスタムをしていただいて、いろんな種類のサラダを楽しんでいただければなと思います。続いては、野菜で人生が変わるかもしれません。鳥取県に初上陸したサラダボール専門店を紹介します。明日プレオープンするサラダボール専門店。店の一押しはチョップドサラダ。一見普通のサラダのようですが、チョップドサラダとは、なんと数種類の野菜や果物を細かく刻むのです。手軽に食べれるっていう風な形 で野菜をいっぱい食べれるように、はい、こうやって刻んで。おすすめは7種類の具材が入ったベーシックサラータ。自家製のシーザードレッシングをかけよく混ぜていただきます。重たい、これサラダの重量感ではないですよ。重さはなんと 420g。 1日の野菜の摂取目安 350g をクリアできます。うん、レタスにトマトにコーンにオクラにあとクルトン、もうなんかほんといろんな食材の味わいと食感がこの一口にぎゅっと詰まってます。細かく野菜も刻まれてるので、この量でもパク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 楽しく美味しく食べられます。プレオープン中、サラダは全部で6種類、健康サラダや美容サラダ、ダイエットサラダなどがあり、美容を意識したメニュー展開となっています。現在インスタグラムで申し込めばハーフサラダ1週間食べ放題券を1000円で販売中。食材はできるだけ地元の野菜を使って、栄養価の高いもの、サラダを食べてもらって、体からこう健康になって幸せになっていただきたいですね。まもなく迎える春に向けて、食べるものから美しさを意識してみてはいかがでしょうか。